リンク16、リンク16、トディール J は、北、大西洋条約機構で用いられる戦術データ、リンクのフォーマット、統合戦術情報伝達システム上で運用され、従来は同義に使用されてきたが、現在、NATO において、同様の接続を実現する、多機能情報伝達システム、ミ s が開発され、順次に実用化されている。従来、 戦術データリンクとして用いられてきたリンク4やリンク11はリンク16や同様の技術を用いたリンク22によって代替される予定である。自分割り多元接続方式を採用し、優れた秘匿性や対妨害性、高い伝送速度を実現している。また TDMA 方式の採用により、より容易にデータリンクネットワークが構築できるようにった。 リンク16に接続する感染や航空機は、中と呼ばれ、各タイムスロット内で情報を送信するか受信するかを割り当てられる。1秒間に128のタイムスロットがあり、4秒512タイムスロットを1、セットと呼んでいる。さらに、3つのセット、セット A、セット B、セット C で1フレーム12秒を構成している。性向上のため、 各セット内で各十0に割り当てられたタイムスロットはランダムに配置されている。さらに一フレーム千五百三十六タイムスロットからなる複数のネットワークに0から百126万のネットナンバーが与えられマルチネット百二十七ネットワークを構成している。これにより従来使用されてきたリンク十一を大きく上回るユニットがネットワークに参加できるようになり、また 伝送速度も向上した。リンク11では、双方向通信に参加できるユニットは、最大で62、通常運用で20程度であったが、リンク16では、その10倍近いと言われている。また、伝送速度は、音声通信では2.4から 16kbps、データ通信では 31.6kbps、57.6kbps、 115.2kbps、115. 238kbps、1.137Mbps 23のいずれかを選択でき、1.3、または 2.25kbps であったリンク11の100倍近いものとなっている。使用する周波数は UHF で、この周波数の特性により、見通し線内での通信しかできない。このため、衛星通信、工実や、 航空機の中継によって通信可能距離を延伸する試みがなされている。リンク16が UHF 帯を採用したことで通信可能距離は見通し線内に制約されることになった。これを解決するためアメリカ合衆国とイギリスはそれぞれ異なる手法で衛星を経由させての通信技術を開発した。アメリカが開発した S と DLJ はフラザトコムなど UHF 帯の衛星通信 u h f サトコムを使用するものである。衛星通信での多元接続方式としては一般的な要求地割り付け多元接続を採用することでニアリアルタイムでの通信を行っている。ネットワークに参加できるユニット数は16、通信速度は2400または 4800bps でダマモードを解除することで 9600bps まで。 上げられるが、推奨されておらず、またそのようにはできないようになっている。勘定では、WSC-3 や、USC-42 ミニダマといった、UHF サトコム通信ターミナルで送受信を行い、KG-84 暗号機 C2P コマンドコントロールプロセッサを介して、戦術情報処理装置に接続れる。 したがって、S と d ル j を使用するためには、戦術情報処理装置が j、j ャ t i ズミズに対応している必要があると言われている。S と d ル j の開発は1994年、スペースネーバルウォーフェアシステムズコマンドにおいて、ジョイント、レンジエクステンションの一環として、C2P を衛星に接続する試みとして始められた。1995年には、 サトリンク -16 から現在の名前に解消し、1996年にはカールビンソン空母戦闘軍、現空母打撃軍を置いて運用試験が実施された。S と d ル・ j は現在、特に広域での作戦連携が必要となるミサイル防衛任務で徴用されており、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦の一部にも搭載されている。また、S と d ル j は、 将来的には j a l i p プロジェクトのもとで j a l i p a として標準化されるとも言われている。イギリスが開発した STDL は SHF 帯の衛星通信を使用するもので、常実の S と DLJ との互換性はない。リンク16と同じく TDMA 方式を採用しており、リアルタイム性は確保されるが、転送容量や速度は低下する。 フレームあたりのタイムスロット数は、伝送速度に依存するが、19.2kbps では、1フレームあたり最大で32スロットが割り当てられ、16のユニットが参加できる。インビンシブル休憩空母や42型、45型駆逐艦、23型、フリゲート、トランファルガー級、アスチュート急原視力潜水艦に搭載されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。